こんにちは、デリッシュキッチンです。チーズのショートブレッドを作ります。ボウルに有塩バター 100g を入れ、クリーム状になるまでよく混ぜます。砂糖 30g を加え、白っぽくなるまでよく混ぜましょう。薄力粉 250g はふるいながら加えます。粉チーズ大さじ4を加え混ぜましょう。牛乳大さじ3を加え、切るように混ぜます。粉っぽさがなくなってきたら、ボウルに押し付けるように混ぜ、ひとまとめにします。ラップで挟み、1センチの厚さで8センチ ×30 センチ程度の長方形に形を整えます。冷蔵庫で1時間ほど冷やしましょう。取り出し、2センチ幅に切り、竹串で穴を開けます。クッキングシートを敷いた天板に並べ、180度に予熱したオーブンで20分ほど焼き、冷ましたら完成です。